昨季阪神に所属したコルテン・ブルワー投手、31日、7日、日本時間8日、左手を骨折したために60日間の負傷者リスト、IL、入りした。ブルワーが骨折したのは前日の6日。イライラに任せてベンチの壁を思い切り殴ったためだ。6日のエンゼルス戦で0対2の3回に登板。球や自身の失策など、 2月3日会を2安打3四死球3失点で降板した。ベンチに戻った右腕は、左手で壁を殴って骨折した。一夜明けた7日、報道陣の取材に、手を骨折するつもりはなかった。イライラしてミスをすることはある。それは言い訳にならない。感情に支配されてしまうこともある、などと話した。 ブルワーは昨年7月に阪神に入団、13試合に登板して0勝1敗、防御率2、38だった。今季は16試合で0勝0敗、防御率5、66。